こんばんは。ピッて塗ろう。皆様こんばんは。今日の最終枠も来ていただきありがとうございます。こんばんは。よいしょ。ノートがどこ行っちゃった。ちょっと明日の時間をね決めれてないから決めようかなって。よいしょ、ギフト読みますね。ホマレさん、アスソノさん、レソナさん、ジンゴマさん、ありがとうございます。よいしょ、ページを切り取る。えい、お母さんありがとうございます。皆さん星投げカウントありがとうございます。考え主さんもありがとうございます。明日が最終日ということで21時59分までですもんね。明日は何日だ、11日。ような。でも3枠目なんか30分30分60分にするか20分20分80分にするか迷ってて今。あ、高須美さんもありがとうございます。しみたさんもありがとうございます。タルタルソースさんもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。あやまじさんもありがとうございます。でまあ20分20分80分でやってきたからもういっか。20分20分80分でなんで20時40分からかな。3枠目やっぱそう思うとお昼と17時台とかがいいのかな。すごい。こんな感じかな。あ、白飛びして何にも見えない。1枠目がお昼12時から12時20分2枠目が17時から17時20分3枠目最終枠が20時40分から21時59分
ていうのがで、どうでしょうか。しみたさん、ガラポンさん、ありがとうございます。どうかな、なんか他なんかある、こうしたらいいんじゃないってやつ。ちょっとお水持ってくるわ。大丈夫そう。じゃあこれにしちゃおうかな。この配信終わったらツイートしますが、明日はこれ。近くに行くわ。これでいきたいと思います。すみません、ツイートできずに。なんかさ、ウェブカメラ変えたと思ったらさ、今日今スマホでやってるんですけど、スマホもなんとなくだけど赤くないですか。私の気のせいかな、これなんかちょっと赤く感じません。ちょっとフィルター、北海道やめようかな、オキシジェンにしようかな。どこだ、北海道。北海道なんかちょっと暗い。ムース。なんか赤い気がする今日。なんだろう。オキシジェンで。今日は行ってみよう。あ、お洋服もあるかもしれん。確かになんか椅子とこの色紫が引っ張るのかな、なんか。そっち側に。わかりませんが、ラーメンマンさん、ありがとうございます。こんばんは。あ、テロップ入れとこう。さっこさん、ありがとうございます。スマホだと斜めの画角になる。そうなっちゃうの。斜めってあれだよね、こうこうじゃなくてこうってことでしょ。そうなの。なんかスマホを置くやつを今この上にしかなくて、でもだからこれをね、こうまっすぐにしようとするとこうなるっていう感じ。無理やりだからこうやってやってる。で、映してる。これでもだいぶ映んないんですけど、テーブルがここだからさ、まあ、後ろに背もたれ下がったら映るんだけど、多分まっすぐしても。難しいところではあるよね。でもパソコンより明るいらしいしね、こっちの方が。青山さん、ひーさん、シスカさん、ありがとうございます。そう、傾けないと頭頂部と目しか映んなくなっちゃう。パソコンがあるからね、これ以上下に持ってこれないんだよね、アームを。ハイキーさん、クラウンさん、ありがとうございます。すごい視力いいかも。ここからでも見える、誰がギフトくれてるかとか。視力が割といいかも。
視力検査 AA だからこそなせる技。考えなしさんありがとうございます。ラーメンマンさんありがとうございます。すごくない？天才かもしれないんだが、ちょっとさすがに、いや普通に多分 AA の人はみんな見れるけど、あといつもみんな投げてくださる方だから分かるんだな。高澄さんありがとうございます。あ、ちょっと早すぎる流れていっちゃった。イッサさんありがとうございます。スクロールが早いとさすがに視力じゃなくて動体視力の問題で見れないや。でも結構離れてますよ今。何センチくらい離れてるかな。15センチ定規ってこんくらい。絶対適当この測り方絶対合ってないすごいこういう踊りありますよね、徳島かどっかに。でも60センチくらいは離れてる気がする、体感で6、70センチは。ひーさん、ちょっと待って、このこれをやってる間に、阿波踊りか、阿波踊りをやってる間に消えていった。タルタルソースさん、さつきななつきさんありがとうございます。15センチ定規、70センチくらいあるかもマジで。イッサさんありがとうございます。ジュピさん、あー、そのそれ読めないかも。ローさんは見えなかったわ。ローさんは分かんなかった。なんか単純な2文字だからこそ難しい。ロが考えなしさんありがとうございます。笹錦さんもありがとうございます。神羅万象くぐり抜けて、ジュピさんありがとうございます。50カウントもありがとうございます。ここの位置にいるとあんまり斜めっぽさはない、もしかして。なんかここにいるとなんか私が背もたれに倒れてるから、角度としてはまっすぐ正しい角度ではある。なんか多分普通のこれを角度を戻しちゃうと、私このカメラの角度今こうなってるのをこう戻しちゃうと、私自身もこう倒れてるから、今そうすると逆に のけぞっちゃってるけど、今ちょうどこう平行です、多分背もたれに倒れることで。あ、レイお母さん、でもスクロールしないと。イッサさんありがとうございます。ここに来たら薄くなる、斜め感。てか斜め感それは薄くなるんだよね、平行だから。斜めじゃないもんっていう。こんばんは。どっちがいいんでしょうね。ダメだ、めっちゃ鼻かみたいでもショールームの音切る機能が分かんないから我慢する。夏さんありがとうございます。スマホ版の音切る機能が分からん。パソコンだと分かるんだけど。こんばんは。あ、風太郎さん、カズ2164さんありがとうございます。横浜のノーリーさんありがとうございます。思い出してるよあの日出会ったこと。ちょっとイヤホン取ってくるわ。よいしょ。
ラーメンマンさん、ナツさん、ありがとうございます。よいしょ。レソナさん、コロさん、タカスミさん、あ、こんばんは。あ、くしゃみが、へい大変失礼いたしました。あだから大変失礼いたしました。タツとホコリが、空気清浄機くん頑張って。ヨウコさん、ありがとうございます。これをしたらもんなんの。え、ちょっと鼻だけかませて。もんになってましたか。わさものさん、ラーメンマンさん、レソナさん、にゃんこさん、ありがとうございます。なぜだかな、なんかさ、これちょっと糸が出るタイプのニットだからか分かんないけど、めっちゃ鼻ムズムズする。あ、よかった、無音だった。なんかみんながそんなに、でも逆にバッチリですよとか言ったら、なんか逆にバッチリ聞こえてましたように聞こえてしまう。オタクの差が、これがオタクという生き物、そういうもんだからさ。バタフライ、今日は今までのどんな時より素晴らしい。この枠は24時20分までやりまして、はい、やっていきたいと思います。なのであと1時間。鼻かゆい。なんかなってましたよ、バッチリって。すごい、めっちゃフラグ感がすごいね、やっぱり。でも改めて見ても、あ、スパークルが2位になってる。なんでスパークルってこんな人気なんだろう。だってドゥルルルンルルンルルって曲だよね。ドゥルルルンルルルルルルルって曲だよね。じゃあちょっととりあえず、あ、30カウントありがとう。30カウントじゃなかった、3週カウントありがとうございます。間違えた、混ざっちゃった。はい、あーあーあー、ごめん、一人だけ遅れたみたい。あの場所に誰もいなくて、どこへ行ったらいいのかなんて、わかる街は音も消えたみたいで、君にかける言葉が僕には見つからなかった。できることなら時を戻し一緒に行きたかった。
きに寝てしまった。だから一人きり歩き始める。みんなとは違う道順だって、今さら追いかけたって間に合わないよ。私の未来自分で探して、いつかどこかで合流しよう。風の向きを探し、空に手を伸ばした手のひら、何か触れたみたいに日差しが優しく感じたよ。見えないものはどこにあるか確かめにくい思い込み、憧れた遠い夢は少しずつ近づいてる。だから一人きり歩き始める。みんなとは違う道順だって、今さら追いかけたって間に合わないよ。私の未来自分で探して、いつかどこかで合流しよう。どの道を行こうと、遅れたみたい。あの場所に誰もいなくて、どこへ行ったらいいのかなんてわからなかった。あ、ダメだ、声ガスガスになってきた。で、どっちに夢はどこかでつながるのだろう。喉がガスガスだったから一回切っちゃいました。よいしょ。ちょっともう配信館で寝てたんですけど、声がやばい、喉がふうぐるるるるるるガスガスですね。申し訳ありません、途中で切ってしまって。たくさんギフトありがとうございます。さつきななつきさん、にゃんこにゃんさん、ハイキーさん、あつろうさん、伊藤まみたすさん、クラウンさん、レソナさん、わさものさん、ラーメンマンさん、たかすみさん、考えなしさん、言ったか、はまさん、青山さん、片瀬さん、タルタルソースさん、クラウンさん、私読んでない人いるかな、ミカサさん、あと誰かいるかな、ようこさん、わかんないや、もう待って、スクロールが止まらない、ちょっとわかんない、ちょっと読めてない人いたら教えてください、ごめんなさい。横浜のノーリーさん、たくさんとにかくギフトありがとうございます。もういっぱいありすぎてちょっと私が漏れてる可能性ある。ウサオラフさん、マーチンさん、ありがとうございます、ありがとう。
鼻かゆい。ノイラーテムさん、ありがとうございます。風が過ぎた街は音も見えたみたいで、君に欅坂向かうバスはもう先に寝てしまった。ガラララ、なんかイエイね。そう、私もわかんないけど、でもなんかありがとうと思ってる。なんかあれですもんね、配ってるやつですもんね、今多分。ありがとうございます。あ、ノリコングさんもありがとうございます。でもないよりかは嬉しいなみたいな。あ、こんばんは。よいしょ。でもな、今日ちょっと喉がすがすだから高音が出せない気がする。低い音の曲あるかな。あ、本当だ、100ポイントって書いてるわ。イエーイ、イエス。五号種さん、笹錦さん、ありがとうございます。猫耳さんさんさんもありがとうございます。結構でかかった。確かに、ありがとう、投げてくれてありがとうございます。一個思いついた低そうな曲、一番しか歌えないけど、一番だけ歌うね。じゃあこれじゃない、低そうな曲。確かにブラボーを作ったらいいのにね。ブラボーを作ったらすごい、今の時期めっちゃ早い。間違えた、よいしょ。いや低くないな、冷静に考えたら。まあ、冷静に考えたら低くなかったけど、まあいいや、一番だけ。月目と東京が笑う街はかり、君の家に行けなくなった理由、癒しない腕の中に抱きしめた恋は厄介なものだ。出会い方より別れ方の方がいつだってそう難しい。誰か傷つけるのなら、その絵は自分に向けよう。もう一度いい手に終わらせたい。もし愛が誰か傷つけるのなら、その罰を受けよう。君のことを諦めるのは絶対にできない、最後の選択肢。この曲転調するときついんですよね。あ、投げてくれてるの、ありがとう、ごめんね。よもギフト。クラウンさん、考えなしさん、ジュピさん、トロロンさん、タルタルソースさん、横浜のノーリーさん、ジンゴマさん、クラウンさん読んだ、わかんない、ノーリーさん、考えなしさん、ユキポンさん、チンゴマさん、言ったか、ミッドナイトパーティーさん、ローさん、笹錦さん、ボストークさん、片瀬さん、ようこさん、ありがとうございます。
ブラボーあった？見てなかった。ブラボーあるやん、ほんまやん。ブラボー。ノアさん、あやまじさん、レソナさん、ありがとうございます。読んでない人いたら自己申告ごめんなさい、お願いします。たくさん本当にギフトありがとうございます。でもこれやっぱ真夜中の246走るの246がすごいおーってなる。全然ただの国道だけど、いい曲。この曲すごい好き。この3タイプあったじゃないですか、この時のバトル。一番好きかもこの曲が。今僕たちは、僕たちは売れる、なんたららなんだららなんだ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 らなは分かるけど、 A メロが分かんないや。だらららららだらんだらんだたらららららららんたるる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 。今僕たちはタラララタラタララ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 ラ。これめっちゃ好き、ここの振り。やっぱクリエイトさんの振り好きですね。充電しとこう。ドゥルル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 。他の曲とかとちょっと似てません？音の雰囲気というか、音程もそうなし、曲の雰囲気もだし、全体的にすごい。だからなんか親近感を覚えて聴いてるこの曲。テレビとかで流れると、あ、ミントさんありがとうございます。そう、なんかリズムとかも、ふわりのリズムとかもなんかすごい親近感がある。そう、本当は当たりくじ歌いたかったんだけど、ちょっと今日無理だ。今日喉ガスガスすぎて、なんかいい目のくじ引きだろうとか歌ったらちょっと無理だ。絶対絶対とかなる。当てたいよ、両手をかざして祈りましょう。こんばんは。今日はニット。でもなんかヒートテック着たらさ、こういうのってヒートテック出てきちゃうよね。今腕まくりしてる長袖のヒートテックって、そこが難点。当たりくじは入ってるよ。なんかでも昨日の服とかも可愛かった気がしてたんだけど、今日のがやっぱ人気なんだ。なんかやっぱ色がある方が配信はいいんですかね。昨日は薄紫なんだけど、めっちゃこうレースとか、この袖がねこうなってて、めっちゃお姫様みたいな感じで可愛かったんですよ。やっぱこういうなんかもう見て、目で視認してすぐに分かる凝ってるデザインって感じの方が分かりやすいのかな。色がいろんな色入っててみたいな、生地もいろんな色使っててみたいな。これはなんか2、3年前の年末に、ご褒美として、自分に対するご褒美として買ったニット。でもなんか虫食い穴みたいなやつがある、できちゃった気がする。
なんか多分手作りの服だから普通にちょっと弱いっていうのもあるし、なんか手作りの服だからこそ食べたのかなとかも思いながら、どうなんだろう。でも多分どっちかといったら引っかかってだと思うんだよな。いやいや、あ、痛い。チョコラ BB、 チョコラ BB、 あ、チョコラ BB のあのなんたらかんたらさんはいらっしゃいますか、お客様の中に。お客様、お客様の中にチョコラ BB なんたかかんたかかんたかはいらっしゃいますか。え、お客様の中にいらっしゃらないんですが、チョコラ BB、 あ、いらっしゃいました。お客様の中からチョコラ BB 口内炎リペアショット様いただいてまいりました。あ、でもミラー先生をいただいてきて、月だだだだ、ちょっと待ってね、リペアショットだけさせてください。口内炎が、え、叫んじゃった、ごめん。あの昨日皆さんに、皆さんに耐えきれる痛みだよって言ったじゃないですか。あの本当に痛いときこんぐらいです、ウィーって言いました。私は今めちゃくちゃ痛くて、でも一回、一発目我慢すると染みなくなる、二発目からは。から我慢、一発目の耐える根性が大事。これでもあの私声出てたなって今思った。なんか今まで自覚してなかったけど、普通に痛くて声出してたなって今、はい、今思いました。ここでやってみて、痛い。でもこれマジで、いやでもなんか今日サラダドレッシング、なんか栄養のためにサラダ食べようと思って、栄養のさためにさサラダ食べようと思ったら、そのドレッシングをめっちゃ直塗りしてしまって、こう口に入れた瞬間についちゃって、こうね、それが良くなかったと思う、多分って思います、私的に。わさものさん、さつきななつきさん、ラーメンマンさん、レソナさん、かな？ありがとうございます。いる？他？ダメだ。みんないっぱいくれてるからわからんくなる。自己申告制をお願いします。アイス食べて冷やしたらすぐ治りますよ、多分。絶対嘘だ、だって砂糖だもんアイスって。トゥルル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 ル、声出せるならまだ耐えられる。本当に痛い時は声すら出ない。何を経験されたんでしょうか。何を経験されて生きてきたのでしょうか。すごい、わかんない。なんかおしゃれなドレッシングだったから、なんか何味かわからん。フレンチドレッシングとかかな。適当に言ってる。でも玉ねぎとかではないと思う。なんか和風とかでもない気がする。どっちかとフレンチ味が強い気がした。VAR どういうこと？豚肉？え、豚肉食べたら治るの？口内炎って。食べてないよ豚肉、久しく食べてない。なんか豚肉と牛肉はがんになるリスクが高いよってお母さんに言われた。この間、うちのお母さんスマートニュースの記事の内容全部信じる人だから。
ばんは。豚肉に入ってるビタミン、いや、ビタミン C 飲もう、とりあえず。そうだね、確かにビタミン C は飲んどく。なんか多分豚肉に入ってるのはビタミンなんか E とか、なんかそんな感じだろうけど、とりあえず私は今手元にあるビタミン C 錠剤を飲みます。よいしょ。いや、 VAR は分かってる口内をどう判断するの、 VAR で。なんか今日の朝アベマでサッカー2試合見てたんだけど、なんかあれどうやってお金回収してるんだろうと思って、なんかさ CM5 個流れるじゃん、なんか一気に CM5 個流れ、なんかもともと CM の数がめっちゃ、なんか CM 挟む回数が少ないのに流れる時5個しか流れないので、5個流れるうちの多分2個ぐらいは自社 CM なのよ。だから3個ぐらいしか他社 CM がないんだけど、どうやってお金回収してるんだろうと思って。あ、イカさんありがとうございます。どうやって3社か。てか、なんかすっごい指赤いと思った。これリップだった。リップの色素沈着がどうやってさ回収してんだろうなと思って。サイバーエージェント、やっぱウマ娘の利益を全ぶっぱしたのかな。プレミアム的、アベマプレミアムはあるけど、別にプレミアム入んなくても全然見れるから。サッカーはどうやって回収してんだろう、あれ本当に。全試合ってって思って。宣伝？いや、そうだから、なんか友達ともやっぱその宣伝というか、その新規ダウンロード層をこう獲得するっていうのが目的なんじゃないかって結論に至ったけど、なんかうちら世代はさ、割とアベマって絶対1回くらいはダウンロードしてるんですよ。もう私の友達も、あの、もう1回ダウンロードしたことあったし、私もダウンロードしたことあったから、なんかだから どうするんだろうね。なんかやっぱ普段アベマを使わない、やっぱちょっと高齢の皆様とかなのかなって。友達の話でも、なんかだから私たちの中ですごいアベマってもうめちゃくちゃダウンロードされてるイメージだったの。だからそんな今更ダウンロード数のためにそんなお金払うのかなみたいな。もう今後のなんか注目度的な問題にもつながるんですかね。こうなんか分からん、難しいです。ひーさんありがとうございます。なんかあれだよね、明日の予定って書いてたよね。明日はこれです。こんばんは。これもラスアイよろしく見るためにダウンロードした。でも私の友達全然ラストアイドルの番組とか見てくれない人なんだけど、なんか東京の子だから別に地上波で見るにしても地上波みたいな感じだったんだけど、もう割とみんな入れてるからアベマ。でもなんかバカだ、この学生世代はやっぱアベマ入ってるのかもだけど、やっぱ大人って考えるとやっぱ入れる機会がないのかなアベマ。割とさ、なんか恋愛リアリティショーとかに力入れてますもんね。最近バラエティーにも力入れてるか。あ、さつきななつきさんありがとうございます。
ブルーロカ、なんかすごいよな本当に不思議。さつきのなつきさん、ほまれさん、つろうさん、ありがとうございます。ドゥルルルルル、ささにしきさん、ありがとうございます。なんか手大きく見える、ここに置くと。やっぱりでも手相ないわ、悲しい。なんか赤いなっていうか、手相ないっていうか赤いわ、手がここら辺とか赤い。考えなしさん、ありがとうございます。あ、VAR でってそういうことか。マスかけ？マスかけってなんだっけ？マスかけ線みたいなやつだよね。なんだっけそれ、忘れちゃった。でもなんか私全体的に右手の方がさ、線3本の線長いんだけど、全部頭脳、生命、運命でしたっけ、全部右手の方が長い。右手で見てほしいけど、左手で見るんでしょこういうのって。でも私右手のバランスの方が好きかも。なんか、あ、感情線だったら運命線じゃなくて、まっすぐつながってないよ多分。ほら、あ、手相占いできる人いる？右手がこっちね。めっちゃこの頭脳線でしたっけ、これめっちゃ長くない？あ、でもこれで見ちゃうと薄い。マジで3本しかなくない？悲しいんだけど。手相占いできないやんけ。友情線、努力線、勝利線。ジャンプすごすぎでしょ、そんなことになったら。世界基準が、日本基準か。でも手相占いって日本しかやんないのかな、どうなんだろうね。世界もやるのかな。え、なんか気になる、どうなんだろう。海外だと手相占いってやらなそうじゃない？ホロスコープとかさ、タロットとかはあっても手相占いってやらなそう。何でしたっけ、運命線とかさ。え、やらなそうじゃない？全部日本語じゃん。頭脳線、生命線。どうなんだろう、後で調べよう。知ってる人いる？海外で手相占いやるか。あー、中国とかは確かにやりそう。ヨーロッパとかしなそうじゃない？でも手相占い。逆にタロットとかがヨーロッパなのかな。どうだろう。インド？
よね。そうなんだ。手相占いは教えに反する。そうなの？へえ。じゃあ一応でも世界的ではあるんだ。全然占い信じない派だからな。でも私もうちょっと手相が濃かったら信じてたかも。占いこんだけ手相が少ないから占い信じれなくなった。なんか左手が今の自分みたいな感じじゃなかったでしたっけ。右手が将来だか過去の自分だかどっちかみたいな。ヨーロッパにも一応あるはあるんだ。さつきな、なつきさん、ノイラーテムさん、トゥルルル、楽曲イベ。なんか歌ってもいいんですけど、なんか歌っちゃうともうギフトを読み切れなくなっちゃうのと、みんながなんか私が好きな曲は歌えるけどみんなが面白くないかなと思って。アイスさんありがとうございます。東洋、なんか私日本限定かと思ってた。手相占い、マナティが、マナティが占い勉強したら やってもらいたい。占いやってほしいって言おう。でもこう見るとなんかやっぱ全体的に左手の手相の方が上にある気がする。なんとなくだけど、なんか右手の方がこう下にずしってなる気がする。マーチンさん、どんぐりさん、ありがとうございます。旧約聖書とかにもあるの。一回言ってもらいたいけど手相薄いですねって言われたらどうしよう。どうしよう。なんかマジでさ、手のシワとさ手相が全部一緒だからさ。ないんだよな。でもいっぱい手相見てるから逆にこんだけ薄い人いるのかだけ聞きたい。占いの結果とかじゃなくて、インドよさからよ、いやインドからヨーロッパのが先に伝わったんだ。意外、近いのにね。インド日本結構大変じゃない？ヨーロッパまで伝えに行くの。すごい、初耳学でした。イギリス経由。へえ。じゃあ海外にもやっぱ有名な手相、なんかさ、日本だと島田さんが有名じゃないですか。やっぱあとゲッターズ飯田さんとか有名じゃん。そういう人にやっぱ海外にもいるのかな、インドとか日本。でもインドでは、じゃあインド行ったらめっちゃ手相の館みたいなのあるじゃん。占いの館的なやつ、あれいっぱいあったりするのかな。インドの手相占いやってみたいな。誰か今度インド行ったら手相占いやってきてください。本場の、本場発祥の地、インドの 手相占い。確かにインド占い師めっちゃいそう。そう言われるとなんかインドってめっちゃ占い師めっちゃいそうだなって思うよね。すっごいすっごいそれ言われてみたら超思ってきた今。占い師めっちゃいそう。確かに
に何言われてるか分かんなそう。ヒンディー語、ヒンドゥー語、何語、インドって。あ、インド英語も使える？じゃあ英語で聞いてきてください。わ、すごいすごい、声がこうやってやると声がすごい響く、校内で。狙い撃ちでバーン、ドゥルル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 ル。え、手相占いオンラインってどういうこと？絶対大無理なんだけど、私の手相じゃあなた手相ないねって言われそう。すごい、だってほら、あなた手相びっくりするくらいないね。さつきななつきさん、ありがとうございますって言われて終わっちゃいそう私。メルカリで、え、手相占いを売るってこと？すご。さつきななつきさん、ありがとうございます。あ、言ったかな。じゃあみんなが私の好きな曲を歌ってほしいよって言ってくれたから、歌っぷりを歌おう歌っぷり歌います。え、マイク付きイヤホンを接続してって言われちゃった。してるんですが、してるのですが、よいしょ。なんでやねん、なんでやねんみんなに私の風の音聞こえたかも。さっとるよな、間違えた。マイク付きイヤホンつけろ言われそう。やばいかも、消しとくか一応今日。ショック、ごめんね、みんなせっかく今日の配信1回目になるか。あ、待って、1回消すわ、ごめん、消しとく。じゃあまた、みんなまた、ごめんなさい、明日。本当にごめんね、みんな。明日12時に、お昼12時からです、すいません。11日の1回目になる。じゃあまだやっといた方がいい、逆に。じゃあやっとくか。え、どうしたらいい？もうどうしたらいいか分かんないんだけど。20分やっとく？じゃあ20分、0時20分までやれば。0時20分までやったら、下の12時から12時20分枠をなくそう。本当にごめんね、みんなせっかく星とかセットしてくれてたのに、ごめんね。はい、明日は2枠、5時から5時20分と8時40分から9時59分までの2枠でやります。今20分やっちゃうね。アークカムイさん、ありがとうございます。本当にごめんなさい、なんか、なんで、もう悔しい、悔しさしかないですけど、すいません本当に。
本当にごめんなさい。なんか全然自分でも理解不能のまま止まったからごめんね。本当になんか配信待ちってなっちゃった。全然止めたつもりはなかったんですけど、ショックすぎる。本当ごめんね。みんな、なんでだろう、イヤホン、うちのイヤホンがもう壊れてるのかな。なつさん、ありがとうございます。じゃあそんな、私の配信を一回止めたまでをして止めた配信じゃない音楽どうぞ。ギラギラした愛でこの地に降り立った七つの魂。アカウント確かに有効かも。威風堂々空に輝かせ、それは希望に時に野望に火をつけ灯すように、キラキラと捨てたくその瞳の奥、狙い撃ちでパン射抜いた心を欲張りになってゆく。ハートよ燃えちゃえ、キラ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 、光を通っちゃえ、キラ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 、もっと聞かせろよ、キラ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 、恋の産声を、みんなの笑顔が我らの夢にきっと届く。奇跡になる天国へと行かないかともに、世界くらいじゃつまらない、国情の未来の果てへ、みんなを連れて行きたい。人生は一度さ、ボンボン現地ないか。ちょっとやっぱダメだ、違う なんか恥ずかしくなってきた違う曲歌を、恥ずかしさを紛らわすためにどうしようかな。あ、結構出しちゃった。日だったただの雨だき、心が一瞬声上げた、ガラス瓶落として割れたな、そこになんて戻せないんだ。何が入ってたかなんて明かしても意味がない。
もう失った人生なんて語るな、こいつでしかないんだ。手に入れたのは脆い現実と飾られた嘘のレーテル、かけらを拾い集めるな、語るなら未来を。ここにないならしょうがない、誰のせいでもないだろう、振り返る余裕ない。腹立ったしさとか悔しさは思い上がりだよ。今だから言えることは語るな、墓の中まで持ってゆけ、言葉にすれば安い願望と大場に持った真実、過去など自己嫌悪しかない、語るなら予言を。人は心の中にガラスの瓶がある、愛や夢も詰め込んで割らぬように大事に守っているけれど、もう失った人生なんて語るな、ほんの一部でしかないんだ。手に入れたのは脆い現実と飾られた嘘のレーテル、今だから言えることは語るな、墓の中まで持ってゆけ、言葉にすれば安い願望と大場に持った真実、過去など自己嫌悪しかない、語るなら予言を。振り付けもいいよね、この曲は。 MV も良けりゃ振り付けもいい。だって二人セゾンで好きになって片ミラで落ちたって感じです。まあ、逆なんですけど、順番的にはリリース的にはね。まあ、二人セゾンで好きになって MV 見て最高と思って片ミラの MV で見て、もうオタクになるしかないと思った。みのり、にゃおさん、みのりさん、考えなしさん、ゆきぽんさん、メロロさん、あつろうさん、マーチンさん、たかすみさん、横浜のノーリーさん、あすそのさん、まなみさん、ゆきぽんさん、言ったかも、ノーリーさん、言ったな、あつろうさん、言ったな、たかすみさん、まなみさん、じゅぴさん、ザキさん、ヨウコさん、ミカサさん、ジングマさん、レソナさん、イカさん、シスカさん、サツキナナツキさん、タルタルソースさん、ヒーさん、ナツさん、フタバさん、カズニチ64さん、マナミさん、アクカムイさん、ジングマさん、タルタルソースさん、この辺言ったかな、にゃおさん、みかみかさん、れいお母さん、ワルキーさん、ありがとうございます。いや、わかる、新宮監督に撮ってほしかった、一回くらい新宮監督に撮ってほしかった。なんか一回撮ってくれるかもみたいな話が噂で聞いたことがあったんですけど、結局お会いできなかったです。なんか撮ってもらえなくてもいいから一目この目で見てみたかった、間近で。
野菜の MV も。大好き。二人セゾンの MV も片ミラの MV も大好き。なんか割とアイドル界隈の MV の中で割とその2つがツートップレベルで好きってか、二人セゾンがまあ圧倒的ナンバーワンって感じなんですけど、片ミラも大好きだね。マジでいいよね、本当にそれ、本当にそれ、もう圧倒的に二人セゾンが一番好き。アイドル界隈の MV 界隈で、アイドル界隈の MV 界隈。やばい、あと6分で終わるので最後にアゲアゲを歌って終わりたいと思います。今日喉ガスガスだけど、いないうちでパン、タララン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 、ルル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 、ハート読むじゃえ、キラ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 。あ、すごい、私のやつ入ってるやん、これ言わなくても。出て急に入る。あー、よく悲しみが生まれることってあるんだ。どんな晴れた青空だって夕立は急にやってくる。もし君が雨に打たれてずぶ濡れで震えてたら、きっとそばで見守る人がすぐに駆け寄るだろう。誰かは誰かのため、僕は君の、君は僕のため、世界中が支え合って愛で回ってる。何度でも転べばいい、立ち上がる次のチャンスはあるんだ。傷ついて君はもっと強くなっただろう。何度でも泣いてもいい、またすぐに涙拭ってしまえばいい。明日はいつか晴れると信じていよう。その真ん中にしなやかな骨があるんだ。しょぼくなことあったとしても簡単に折れないよ。家族や仲間がいて、何に泣いて何に誇ったか、何に笑い喜んだか、愛は知っている。何度目の挫折だろう。人は皆この地面這いつくばる。仰向けで青い空見たことあるだろう。何度目の異性都会、悔しさは未来のモチベーションだ。ここから立ち直る楽しみになる。ちょっと手遅れてる、今の負け惜しみじゃないんだ。この桜いつか取り戻せる。何度でも歩き出すよ、くじけない自分の夢がある限り。頑張れば後に誰かが続いてくれる。何度でも転べばいい、立ち上がる次のチャンスはあるんだ。
しまえばいい。明日はいつか晴れると信じていよう。やばい、19分だ。あ、ミラーボールタワー、ありがたわです。それはありがたわ。ごめんなさい、でもギフト読めない。ちょっと読んでほしいよって人は明日の17時からやるので、17時からの枠でコメントしに来てください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ごめん、たくさんのギフトくださったのに最後読めなくてごめんなさい。本当にあとトラブル、ごめんなさいね、途中で切っちゃってすみません、ありがとうございました。またでは明日の17時にお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。みんなも連日疲れてると思うから、休憩してね。そう、この時間多分1回になっちゃいそうなんで、ごめんね。バイバイ。